皆さんこんにちは、 AM ジャパニーズの綾乃です。今回の動画では年末、特に大晦日についてお話ししたいと思います。皆さんいくつ知っているでしょうか？途中でクイズもあるのでチャレンジしてみてくださいね。では行ってみましょう。レッツゴー。一つ目の日本人がすることはやっぱり年末の挨拶ですね。年末の挨拶の仕方、皆さん知っていますか？みんな挨拶するときにはこういうふうに言います。突然ですがここで問題です。どれが正しいでしょうか？今年はお世話になりました。今年がお世話になりました。今年もお世話になりました。今年とお世話になりました。今年もお世話になりました。副助詞もは同類の意味があります。もを入れることで今年以外の年もお世話になっていることを示すことができます。来年もよろしくお願いします。こんな感じです。そしてもう一つ忘れてはいけないのが良いお年をというフレーズです。必ず年末に聞く言葉ですね。良いお年を。良いお年をというのは Have a great new year という意味です。では年末の挨拶のスキットを作ったのでみんなで見てみましょう。皆さんお疲れ様です。明日からお休みですね。来年もよろしくお願いします。良いお年を。こちらこそよろしく。良いお年を。あ、今ちょうど使えるぴったりのフレーズなのでぜひ使ってみてくださいね。二つ目はお休みのことです。日本人の多くの方が12月30日から1月の3日までお休みされることが多いです。お正月休みと言います。もちろん皆さんがお休みというわけではありません。中にはお仕事を頑張っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。ですが大体の方はこの期間にお休みをされるということが多いですね。12月31日は何という日か皆さん知っていますか？突然ですがここで問題です。どれが正しいでしょうか？大梅日、大晦日、元旦、年末。12月31日は大晦日と呼ばれる日です。昔日本では毎月の最終日を晦日、つごもりと呼んでいました。晦日の中でも1年の最後となる12月の晦日に王をつけた呼び方が大晦日です。大晦日にはたくさんやることがあります。大晦日にすることといえば一つ目が大掃除です。なんで大掃除なんか年末にするのって思う方もいるかもしれませんね。大晦日にお掃除をする理由はお正月になると神様たちが来ると信じられているからです。その風習が今でも残っていて多くの方がお掃除を年末にしています。神様たちがお家に来た時に汚いとちょっとびっくりしてしまいますよね。なので綺麗なお家に招待するというのが今でも残っています。大晦日にすることの2つ目がお正月のおせちの準備です。皆さんおせちってご存知ですか？おせちというのはお正月に食べる日本の伝統的なお料理です。お重箱という特別な箱の中にたくさんの種類の食べ物を入れます。その食べ物一つ一つに意味があって縁起がいいとされています。お正月になるとそのおせちを家族みんなで食べます。なので12月31日大晦日はおせちの準備で大忙しです。大晦日にすること三つ目はテレビを見ることです。朝と昼はおせちの準備やお掃除で大忙しです。夜になるとゆっくりとテレビを見ます。どんなテレビがあるかというと、
紅白歌合戦というテレビ番組です。毎年、これは昔からある番組です。赤と白のチームに分かれます。赤は女の人のチームです。白は男の人のチームです。そして赤対白で歌の対決をします。今年もたくさんの人気アーティストが紅白歌合戦に出るらしいので、皆さんももし機会があれば見てみてくださいね。この大晦日の夜は多くの人がゆっくり過ごすので、テレビ番組も充実しています。歌番組だけでなく、スポーツ番組だったり、お笑いの番組もたくさん見られます。大晦日にすることの4つ目は、年越しそばを食べることです。年越しそばというのはこのようなそばです。なぜ大晦日に年越しそばを食べるかというと、年越しそばには特別な意味があるからです。日本のそばはこのようなタイプのそばです。このそばは細長くて柔らかいので切れやすいです。なので、細長いというのが細く長く長生きできますようにという意味が込められています。そしてそばの切れやすさには、悪いことを断ち切るという意味があります。ですので、年越しそばを食べる理由は、長く生きられますように、長生きできますようにという願いと、悪いことがなくなりますようにという願いがあるからです。そして、12月31日から1月1日になる間の時間に、除夜の鐘というのが鳴らされます。多くのお寺で108回鐘がつかれます。なぜ108回かというと、煩悩の数が108個あるからと言われています。一つ一つ鐘を叩くことで煩悩をなくして幸せに暮らしていけるようにという願いを込めています。除夜の鐘の除夜とはどういう意味でしょうか？除夜の除は漢字で覗くとも読みますね。覗くというのは何かを取り除く、なくすという意味です。なので、除夜の鐘をつくことで、古いものをなくす、そして悪いこともなくす、そして新しい年を迎えましょうという願いを込めて除夜の鐘が鳴らされます。皆さんいかがでしたか？日本には大晦日の風習がたくさんあるんですよ。皆さんの国では大晦日に何をしますか？ぜひコメント欄で教えてください。そして日本の大晦日について面白いなと思った方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。